今日はね、珍しく直近で動画を出そうかなと思うんですけど、今ガソリン代が言われてるわけじゃないですか。これはもうちょっとダメだろ、ガソリン代話になんねえだろ。まあ多分これは来週ぐらいに出すからあれなんだけど、だからその多分出した週の1週間ぐらい前に撮影してると思うんですよ。2週間ぐらい前かなに撮影してると思うんですけど、トリガー条約だっけ、あれだってもう絶対使わないよ、絶対使わない、あいつら、うん、使うわけがない。 500m 以内カーロケ受信しました、ね、だって立派な財源ですからね。一般道取締ポイントに注意してください。どうすんだこれ本当に。だってトリガー条約をやっちゃうと、だってねえ、かなり税金取れなくなっちゃうからね。この先一般道3兆円ぐらいでしょ、ね、ていうかね、先進国でここまで増税するって珍しいよね。これはちょっとね、声を上げるべきだと思います。私は緊急車両に注意してください。ちょっとバカにしてるよね。こないださ、安倍さんがさ、あれやられてさ、でこのメガネもやられそうになったじゃん、ね、でその時にさ、確かこいつが記者会見かなんかで、なんか民主主義のあれを根本からどうのこうのみたいなこと言ってたんだよ。言ってたけどさ、で暴力で、ね、なんかそういうのは変わらないみたいなことをなんか偉そうに言ってやがった。これ右折、これまた変わったのか、これあれ、あ、いいのか、なんか暴力では何も変わらないみたいなこと言ってたけどさ、いや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 、歴史見てください、世界見てくださいね、日本だけでもいいです、見てくださいね、徳川って何で終わったんですかね、力で終わったわけですよね、倒幕ですよね。いやこれ本当にね、冗談抜きに、あの良くも悪くも日本人だと思うんだ、こういう時って。それなり暴動を起こすとかさ、そういうのがなり正解とは言わないし、偉いとも言わないけどね、えこの間パリでもあったじゃんね、えだから良くも悪くも日本人なんで、こういう時って。うん、だってガソリン税だってさ、だって60円ぐらいがもうあれでしょ、税金なわけでしょ、消費税も入れて。だって俺が中学生の時なんて、中学生のお小遣いでさ、単車乗れたんだよ、ガソリン入れられたんだよ。え、中学校から乗ってましたから私は写真出しとくから言われちゃうけどね、ねえ、もうそれが今じゃ1000円じゃ、だってもう5リッター入るか入んないかでしょ。ねえ、ちょっとどうかなと思うよね本当に。もう増税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 でしょ。で一回はほら消えたけど、あのなんだ、走行距離税だっけ。ねえ、何ってナノメガネやって話じゃん。いやいや、もうそんなのがもし導入された暁には、俺は悪いけど車のメーターを買うね、もう一個ね。で車検のたびにそれ入れ替えとくよねえ、してもだってさ、もう東京に、東京の住民はそんな痛くないよね、はっきり言って。でもまあ俺は結構乗るからあれだけどさ、ねえ、地方に行けば行くほどだってさ、走行距離が伸びるわけじゃない、ね、だって車がなきゃ生活できないんだから。ちょっとどうかなと思うよね。んで選挙で変えましょうとか言ってるけどさ、結局んとこさ、ね、自民党じゃなくなったところで、じゃあ誰がやるんだって話もあるけど、結局だからさ、なんかよく言うじゃん、清き一票とか言うけどさ、いやいや、その一票入れたところで何が変わんのよ。だからもう力で変えるしかないでしょこれもう。いやマジで本当にちょっとこれ外選許可取ろうかなと思ってんだよね俺。誰かちょっと文章考えてくんね俺はもうその場でパッて思い浮かんだことをこうやって喋るのが好きだから、考えてやるのはちょっとあれだから。あ、ただ申請もめんどくせんだよな、いろいろあんだよなあれな、政治活動でやるのかとかさ、いろいろあんだけど、そればっかにやらすかねえ。でこの間もさ、ほら今江里子とさ、俺が中学生の時に撮った写真あったじゃん、スピードのあれと。あんなやつが国会議員やってんだよ。で2000万だか3000万もらってさ、1ヶ月いくらだっけ、100万だっけ、120万だっけ、領収書のいらない金ねえ、それに比べて私たち何ですかねえ。ほんとにさ、これはもうおかしいよ本当に。100万だっけ、120万だっけ、なんかあったよね、歳費だかなんとかね。いや本当にもうおかしい。うんでさ、あとだから社会保険ねえ、
本当にこれもおかしいよね、本当に払わなきゃいけないという全国民強制参加のこのイベントね、ええ、車の保険と一緒でね、そう、受けたい人だけやればいいんだよ。だから車の保険もそう、車の保険もそうじゃん、車両保険ね、まあ任意保険ですかね、事故らない人のためにね、ちょっと違う、事故る人のために事故らない人が保険料払ってるわけじゃんね。まあ、ただまあ車に限ってはさ、まあほら備えあれば憂いなしだからさ、当然かけてた方がいいわけじゃんね。ほんでさ、俺こないだね、去年一昨年か、去年のさ、ちょっとあれを調べたの、所得税とかとんでもねえ金払ってたよ俺。ちょっと待って、これの信号ちょうど変わるから。俺一昨年が、まあこれはあの YouTube の規約上単価が言えないから黒っていう表記でやるけど、表記表現でやるけど、うん、でだから一昨年がすげえ高かったの俺、年収が YouTube 入れて昼間の仕事も入れて1000万黒あったの、1000万ちょい黒で、ね、健康保険が、58万8000円払って、所得税が124万9000円、住民税82万9600円、で、厚生年金が71万3700円。だから、俺、だからその、去年のそのあれ、だから400万ぐらい取られてんだよね、俺。いやいや、ちょっと何言ってるか分かんないよね、本当に。わけわかんないよね、本当に。いやいやいや、苦労して、ま、苦労してって言い方合ってるかどうかわかんないけどさ、ね、1000万プレイヤー行っても結局これですよ。本当に。わけわかんない。まあ、これも正確じゃないけど。いや、わけわかんないよね。本当だ、1100万クロぐらいあったのかな。本当、まあ、これも1円単位でさ、正確ではないけど。計算しておよそこれぐらいっていうのをさ出したわけだけど、わけわかんないよね。頑張って1000万コロプレイヤーに行ってんのにさ、これでそんな取られちゃうんでしょ。はあ、まあでもこの動画出す頃には多分決まってると思うけど、絶対トリガー条約は発動しないよ。もう100わかる、うん、あのメガネがやってることよくわかるよ、うん、はあ、本当にさね、だからそうヤフーニュースとか見てるとさ、なんか選挙で変えるしかないって言うから、選挙で変えようがないじゃんよ。ねえ、他のやつもクソなんだから。ねえ。だからなんかもう、勝手になんかさ、その札が出てるのが納得いかないよね。思わない。500メートル以内、カーロケ受信しました。いや、その物価高ってのはさ、まあ、世界共通なわけじゃない。ねえ。それはまあまあしょうがないよ。ね。いや、だけどさ、ねえ。増税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 って何だっけ、この間言ったやつ。あれ、交通費か。交通手当。バカだよね、あれも。いや、だって仕事行くときに、俺たちが先に金払ってるわけで、あれは。ね。ガソリン代、電車代、バス代。先に払ってんだよ、俺ら。それ先に払ってるのは後で会社からもらったのになんで税金がかかんだって話やん。ふざけんなっつうの。ねえ。ねえ。ちょっともうおかしいよ、ここまで来ると、本当に。本当にね、日本から脱出できる機会があるんだったら、これはもう出るべきだよ、これは。うん。まあ、俺なんかほら、遊んでるさ、女が若いからさ、あれだけど、まあ、ちょこちょこやっぱもういなくなってるよね。ワーホリでオーストラリア行ったりとかさ。ねえ。でさ、給料だってさ、じゃあ例えばね、100万クロぐらいもらったとそんじゃつけ、そしたらさ、だって 50% ぐらいさ、所得税とか住民税とか取られてさ、いやいやいや、なんでこんなねえのってなんじゃ、いつの間にか。ねえ。50% じゃ効かねえのか、100万ぐらいいくと。100万クロぐらいいくと。いや、ほんとに。何言ってんだよ、お前。何が暴力で変わる。暴力で変わってきてんだろ、お前。第一次世界大戦、第二次世界大戦。もういろんなの見てみろよ。ねえ、日本だけだってそうじゃねえかよ。ねえ。
大政奉還が起きて明治維新が起きて、だからね、まあ令和維新、まあ誰か起こしてもらうしかないですよねこれね。ええ、本当だからまずね、あのあとだ国会議員の給料ってなんだっけ、日本超高いんだっけ確か、あの全世界で見るとね。いやいやいや、何度もだからまずお前らの給料をまず考えるって話やん。いやいや、俺らだってお前らみたいな金もらってたらそんなピーピー言わねえよね。ガソリン代が200円いこうか300円いこうか、痛くも痒くもねえよね。ほんとだから俺はさ、ね、YouTube やってさ13年14年ぐらい経つわけだけど、特にここのすごいあのスリットから見える太ももが、あああのスリットになりたい。特にこの10年かやってたのは、んでさ、ある日を境に昼間の仕事と、YouTube の収益が逆転したのよ。最初はまあ普通に昼の仕事をやっててさ、ね、まあ40万クロとかもらってたわけだよ。で、最初はまあ1万クロ、2万クロだったのよ。で、まあどんどん上がってって、まあ3、4万クロとか5万クロ行くようになったのよ。ね。それで、まあほら、職質をひらめいてさ、まあ出したわけじゃないですか。ね。世界初ですよ、あんな動画出したの。ね。で、まあそうやってヒットしてって、で、ある日を境に、その、40万クロと40万クロが一緒になって、で、もう次の月には、もう昼間の仕事を超えたわけよ。YouTube の収益が。で、まあ、まあ自分でこれ言うのもなんなんですけど、ね。俺は働きたくない人なの。うん、だから今の嫁とも結婚したけど、すごいね、このパイスラ見て、この子。見える左これ。何これ。だからね、メロンでもついてんだね。だから俺は嫁が金持ちだから結婚したし。いつだかなんかライブやってて、なんか、すげえ働きマンの人がいて、なんか心の底からなんか尊敬すると思ったわ。俺は本当に極力働きたくない人なの。いかに働かないで、なんか生たり、いかに働かないで、楽に人生を過ごすかっていうのがコンセプトなんですよ。ええ。いや、まあ、それはいいよ。何とでも言っていいですよ。それが私ですから。だから、そこで見つけたのが YouTube だったわけですよ。ね。本当に、どうしようもないよな。ね、友達と遊びます。彼女と遊びます。セフレと遊びます。後輩と遊びます。ね、ご飯食べ行きます。ね、ご飯食べ終わりました、その道中で覆面パトカー見つけます、ね、取り締まり見ます、職質かけられます、ね、それ動画出します。それだけで毎月40万クロ50万クロ60万クロくんだよ。俺ここ10年で一番多かったのが130万クロ1年で、だからそれが一昨年、あ1年じゃない1ヶ月でだよ。すごいよ、あの総理車列がバズった時、何あれアンダーネオンみたいなやつ、1ヶ月で130万クロだよ。考えられないよね。まあその月が今回ってきてるっつったら、まあそれまでだけど、だまあ普通の人は多分そこで、まあ昼間の仕事やりながら多分続けんだろうなとは思ったけど、まあさっきも言いましたけど、私働きたくない人だから、ええ、だからそれで今昼間の仕事を調整し始めたのよ。ねえ、だからなんだかなと思うよね。だから今まではさ、まあ収入も高かったし、まあ働いてない金なわけじゃないですか。ね、厳密に言ったら。ただだって遊んでる風景の動画出してるだけなんだから。ね、それだったから別にそこまで取られてもさ、まあまだ納得もいって、まあ納得は言ってないけど、まああれだったけどさ、ちょっと今はもう今年は違うからさ、去年の末ぐらいからもうほんと YouTube はもうダメだから、3分の1ぐらいになってるし、本当に冗談抜きに。ね、だから今昼間の仕事やってるわけじゃん。なんだかなと思うよね。ふぅ、だから YouTube のバブルは終わったってやつですよね。はぁ、ほんとどうすんのこの国は。これこないだライブでも話したんだけど、俺のさ仲いい女友達の姉ちゃんがさ、旦那が東大生なのよ。んで、アメリカに暮らしてて、子供が二人いるんだけど、で、まあちょっと姉ちゃんがさ、まあ頭の病気になっちゃったのよ。で、日本に帰ってきて、今何年か経つんだけど、で、その旦那がやっぱ同じこと言うと、もう日本で未来はないと。日本にいる必要はないと。で、またアメリカに戻るぞと。ね。
で、その時にだからその友達の姉ちゃん行きたくないと、でもう嫌だっつって、もう英語が喋れないからどうのこうのっつって、いやいや言ってる意味はわからんでもないけどね。だから俺が留学行った裏返し、俺が留学行ったのが二十歳前半だったんだけど、ボストンに。あん時に今みたいなインターネットの環境があったら世界変わってたよなと俺思うよ、本当に。ああと思うよね。で言ってて、じゃあ俺とさ、お前で一緒にさ、姉ちゃんの彼に行こうぜっつって、いやそれなっつって、いや別にアメリカに行ったから人生が変わると俺は言わないよ、ね、アメリカもさ、その差が激しいしさね、それは俺もいたからよく分かってるし、ただでもやっぱ日本よりは未来はあんじゃねえのと思っちゃうよね。この先一般道警察署があります。本当にひどいでしょ。タバコなんて今いくらだっけ、600円ぐらいだっけね。この10年でいくら上がったよタバコだけでも。俺タバコやめてちょうど10年だけどね、タバコだけ見たってもう200円ぐらい上がったでしょ。だって俺タバコやめた時200円じゃ効かないのか。俺タバコやめた時いくらだっけ、250円忘れちゃったね。でうちのさ嫁が若いのよ、21か今年、あ今年2か、今1なんだけど、うんでさ、こうやってそんな話してる時に、え何昔ってマックこんな安かったのって、いやそうだよって、ハンバーガーなんて80いくらだよ、79円とかそんなもんじゃないって、フィルフィッシュだって200円いかなかったよって、ねワンコインで LL セットだって食えたよって、で今じゃ何ですか、もう私マック食わないからあれですけど、ね、フィルフィッシュだってなんかもう めっちゃ高いでしょね。物価は上がるのに日本人の平均給料は30年間横ばいですって、ね、物価は上がります税金は上がりますね、所得が上がらないのにね、なんでやねんって話だよね。あそうそう、所得が上がらないで思い出したけど、まあ、その嫁と話してた時にさ、それ思ったんだけど、よく言うじゃん、今の若い子たちは結婚したがらないとか車を持たないとか 車離れがとか言うけど、いやいや車離れじゃねえんだよな、車が買えねえんだよ。いやだってそうでしょ、ねえ、いや思わない、思いません、思わない、買えるわけがないよねそんな安い給料でねえ。なんかそのなんか若者のせいみたいな感じになってたけどさ、ねえ、いやひどいよ本当に、ドイヒーレアのメガネ、はあ本当によ、いやわけわかんねえよな、いやなんでこんな取られんのって思わない、働けば働くほど不利なんだよ。だからまあまあ不利っていうかさね、だって1000万給料もらってさ、いやなんでこんな取られんのって話じゃんね。だってさ、その年金だってさ、今積み立てじゃないわけじゃない、今もらってる人たちの年金を俺たちが払ってるわけじゃない、だからもうそもそ もう年金制度も破綻してるわけですよね、制度が。そうじゃんね、一般道だチャリンコ創業なわけじゃん、注意してください。 A の世代に払う、ね、金がないから F ぐらいの世代からさね、40ぐらい離れてる世代の人間とかが払ってるわけじゃんね、まあ、そりゃそうですよね。だからそこの取るのをやめちゃったらね、チャリンコ倒れちゃいますよね。はあ本当に、だからその去年その YouTube の収益が下がって、まあ、どうしようかなってなってさ、まあ、同級生の友達夫婦とかに聞いた時にやっぱみんな逆に驚いてたよね。あんた何 YouTube でこんなにこれもらってんの。そうだよ、これそうだよ全部。そりゃそう思うよね、向こう 500m 先一般道新型取締り、だって平均50万クロ60万クロだよね。でさっきも言ったけど一番多い月で130万クロね、動画1本だよ、数十分の映画だよ、映画じゃねえ、数十分の動画だよ。俺がそれ狙ったように出してさ、こいつらこういう風にやったら信号無視がなんとかって言うんだろうなと思って、ソーリシャルツのやつ、それちょっとリンク貼っとくけど、でも俺の思った通り、あとだからここ最近で狙った通りと思ったのは、
あれだ、姫路城のやつだな。姫路城行って、あの、職質食らうやつなんだけどさ、ね、その時だから日本で初めて緊急事態宣言ってやつが行われたわけですよ。誰も経験したことない、体験したことない。ね、みんなで家で引きこもりましょうねって。で、その前に、俺、姫路城に行ってたわけですよ。ね。で、まあ、基本的に俺の動画、まあ、冒頭にも言ったけど、基本的に、まあ、半年1年から1年半遅れて動画が出るんですよ。まあ、それはなんでかって言ったら動画が多すぎるから、追いつかないから。ね。だけど、その時ちょっとひらめいたの。いや、待てよって、これ今、緊急事態宣言でみんな外出るなって言われてるわけでしょつって。これ、お前、ゲレンド、お前、いいね、さすが下がる。今、みんな出るなって言われてるわけだろつって。ってことは、じゃあこれを出せばまるで今遊び行ってるかのように思われてバズるんじゃねと思って、ねえ、もう結果は見えましたよね。ねえ、大炎上もう火に油注ぐとはこのことだねと思ったもん。みんなしてさ、おいお前緊急事態宣言でみんな我慢してんのに何一人で遊び行ってんだよとかいろいろ書いてあってさねえ、笑っちゃうよね。でさ、その時にさ、その動画の中でさ、桜咲いてたら綺麗だよねって言うんだよ、俺だか女が。ね。ちょうどその時が、桜のシーズンが終わった後が緊急事態宣言だったのかな確か。ほんで、だから俺が言うんだよね。だからもし緊急事態宣言の途中に来てるんだったら、ね、桜咲いてたら綺麗だねとは言わないんじゃないって。桜散っちゃったねって言うんじゃないっつって。そしたらコメント消えちゃってさ。うん。ね。やっぱ話の理解できないさ、ボンクラどもが多いわけだから。だからそうやってバズるわけだからさ。で、結局だからその姫路城のやつだって、その動画一本のおかげで、旅費は浮いたしさ、いやむしろプラスになったり、その動画一本で。ね、姫路城行きました。あとどこ行ったっけ、神戸行って、大阪行って、で、女とあんあんして、美味しいご飯食べて、で、その旅費も浮いて、ね、プラスですよ。ね、それほど美味しい商売ないでしょ。ね。あれ本当にちょろいなと思ったね。まあまあ過去のことですよね。うん。本当に。もうみんなでああでもない、こうでもないっつって。その2本、ソーリシャルス、それがな、ここ最近で、ね、狙った通りにバズったやつは。でも結構来るよ。だから夏の時期に冬の動画出したりするとさ、お前いつの動画出してんだとかさ、いやいやいや、それ夏に撮ったらな、それ夏に出さなきゃいけないのかね。ね。思いません？ 8 月1日に撮ったら8月1日に出さなきゃいけないのかね。だからそういう決まりでもあるんですかね、なんか動画のそういう出すあれで。ふぅ。え、何分ぐらい話した？20分ぐらい話したな。ちょっと友達んちんちはもうちょいあるから、もうちょい話しようかな。いやーでもさ、ほんと働きありのようにさ、汗水垂らして働いてさ、ねえ、何のお前その給料からお前そんな社会保険なんだって持ってかれんのよ。だから働くの嫌いなんだよ俺は。でそれあぶくゼリだったらさ、まあ取られてもさ、まあまだまあまだ納得できるよ。ねえ、そんな自分の汗水さ垂らして働いてさ、ねえ、ねえ1100万クロ勝ち取りました。でじゃあ今動画見てる人たち、ね、自分の仕事一本だけ、ね、毎日辛い思いして大変な思いして、ね、謝りたくもない頭下げて、下げたくもない頭がね、ペコペコペコ下げて、ね、それでやっと勝ち取った1000万プレイヤーね、1000万クロプレイヤーね。そっからさ、そんな3割も4割も持ってかれたらさ、もう勘弁しまくらしようでしょ本当に。さっきも言ったけど、俺はまだ YouTube だったから、まあうーんってなるけどさ、で昼間の仕事の金もあるからさ、ねえ、まあ、それでも人より収入高いわけじゃない、それでもねえ。いや俺には無理だねと思ったね本当に。お前らちょ、お前みんなで声上げようぜ。いやちょっとマジで、ちょっと俺麹町署にさ、ちょっと俺出すからさ、あの凱旋許可マジで、ちょっと誰か文章書いてくれよ。すんげえ長えの A4 で5枚ぐらい A4 なんて言ってね。ええよっつって、ホントによ、おかしいよな絶対。
まあ解散だってどうせしないだろうね。ね、勝てる見込みがあるときじゃないと解散しないじゃん。ね、仮に解散したとしても最後ででかい花火一発上げんじゃない？消費税 15% とか、タバコ税増税、ガソリン税また増税、ね、でそれこそ通勤手当に増税、走行距離増税って最後やらかすんじゃないですか、でかい花火。ね、これほど汚点残した総理大臣はいないんじゃないですか。ね、はい、イエローカット。いや、いないでしょ、ここまで汚点残した総理大臣は。1キロ以内カーロケ受信しました。はあ、なんだねって、おい、ほんとにバカみてえで働くのが、ほんとにどっから行こうかな。川口、はあ、でもこれじゃモチベーションもなくなるよな。除罰系受信しました。いや、だってほんと、だって何のために働いてんのよって話じゃん。そりゃさ、ねえ、なんていうの、その一時期入ってるルフィだっけ、まあそういうのも出てくるでしょ。だから日本の神話はもう終わったわけですよ。ねえ、だってだよ、そのまあフィリピン、韓国、まあその他その辺のアジア諸国の人間がさ、今までは日本に出稼ぎに来てたわけじゃないですか。ねえ、それってなんで日本に来てたんですかって話じゃん。でもそれは今がもう逆転して日本人が出ていくさ、もうあれになってきてるわけですよ。ね、ちょっともうひどいよね、本当に。でもじゃあ頭の中かち割って見てみたよね、どうなってんのか。ね、あんな増税増税ばっかしてさ、はあ、本当に皆さんモチベーションあります？いや、俺全くないですよ。でもじゃあ本当働きたくねえもん。宝くじ落ちてねえかな、ほんとに。宝くじもだから税金取られんじゃん。当たったこと自体では取られないけど、ね、じゃあ俺が例えばじゃあ宝くじ買いました、じゃあ3億円当たりました、そこの時点で税金はかからないけど、じゃあ嫁に何渡します、あげますね、家族で分けますってなると今度そこで税金取られるんだよね。面白いよね、宝くじって。宝くじ日本の税金って面白いよね。いや、絶対欲しい、ほんとに。ここが変だよ、日本人じゃないけど、ここが変だよ、日本列島で。いや、なんかもう話したらなんかまた目いってきて、ほんとに。いや、思わない？ことかコンビニ止まって喋るか、ちょっと早いから。あ、いや、そこの右行ったところのセオビーレブンにするか。結局さ、だから働かない方がいいんで、働かないでさ、なんだっけあれ、あれ、なんだっけあれ、ほら、なんだっけ、保護、生活保護か、あれもらってたから、もう酔っ払う頭いいよ、本当に。働いたら罰金、所得税、買ったら消費税、物持ったら、だ家持ったら固定資産税でしょ、ほんで家住んだら住民税でしょ、で酒飲んだら酒税、タバコ吸ったらタバコ税、で車乗ったら重量税、自動車税、ガソリン税、あとなんだ、まあ保険料はまあいいとしてね、うん、だと何がある、で死んだら相続税、まずだからね、親が死にました、土地もらいます、相続税かかりますよね。で、あと何がある、だからもらっても贈与、あげても贈与税か、うん、もらっても贈与税、うん、でわけわかんねえよな。で、今後のためだと言われて、なんか年金払わされて、なんかおかしいよね。あと何がある？あと何があるっけ？まあそんなもんか、税金って。で、働かなかったら生活保護って金もらえるんですよ。だってさ、いつだかもさ、なんかいつ、どこだっけ、なんかインドネシアだかなんかどこだかわかんねえけど、なんか40兆円なんか何度かあいつ寄付するみたいなこと、わけわかんないこと言ってたよね。なんで日本の国民が金がねえって言ってんのにさ、思わない？わけわかんねえよな、本当に。ああ、本当によ。どうしたもんかね、日本。これも
もう日本沈没でしょ。いやマジでこの政権がずっと続いたら、いやマジで本当にもうねえ、もう令和維新起こすしかないよ本当に。だからねえ、もう力でさ、もうやるしかないでしょ。だからさ、あの SP なんかもさ、よくあんな命張ってやるよね、思わない？俺だったらやめるね。あ、こんなやつ守れねえよつって。一般道、ね、取り締まりポイントに注意してください。いや思わない。たまたまあれさ、あれ SP とかもやられてないけどさ、ねえ、あのメガネがやられた時もそうじゃん。すごいね、あれは本当に。俺には無理だな、あんなの。あ、いいや、だからこれ川崎行くの、だからあれだ、これ左行かないでぐるっと回って行けばいいや。いや、俺半年生のために命捨てらんないね。あったりゃ。どうする？日本税金高いけどどうする？税金上がりまくってるけどどうする？あれ、その先に攻めればあったよね。いや、ぐるっと回るのもめんどくせえからいい、そこ攻めるしよ。あ、いや、もうちょっと行った方がいいか。知ってくるかぐらいも行った方がいいか。あ、それ行き過ぎだな。そこなんか南部遠征やろ、まあいいや。だってあれでしょ、だって年収だってさ、ね、1000万くらいでこんなピーピー言ってるけどさ、だって3000万なんて超えたら、もう半分が税金で取られるんだよね、あれね、確かね。わけわかんねえよな。まあ俺は死ぬ思いはしてないけど、まあさっきも言ったけどさ、ねえ、そういう努力とか、まあいろいろみんなしてるわけじゃないですか、そういう金持ってる人たちって。ねえ、それで勝ち取ったのにさ、こんだけ税金取られてさ、そんな手取りがさ、ねえ、他と変わらねえんだったらってね、頑張り意味ないよね。本当にさ、あれなんか空き地になってんの。だからさ、まあ、社会主義もいいとは言わないよ、言わないけど、ただでもここまでさ、ねえ、民主主義民主主義って言っときながら、こんなにさ暴君が続くようだとさ、暴君が続く、ねえ、こんなのが続くようだとさ、ねえ、なんか社会主義の方がいいんじゃねえのかなって、だからちょっとふと思っちゃうよね。うん、まあいや、社会主義は失敗するに決まってるけど、ねえ、いや、現にそれでソビエトはね、失敗してんだからね。あ、まあその今の社会主義と資本、あの社会主義、資本主義、その民主主義っていうのは、まあ、別に俺はそれについて、なんつうの、議論はする気はない。うん、それはどっちでも、うん、どっちでもいいっていうか、そのまあ書いても書かなくてもいいですよ、コメントは。うん、眠い。だからまあ去年も、まあ夏ぐらいもあれは、まあそれなりにまあ YouTube あったからあれだけど、結局だから今年がヒーヒーするよね、これね。だから本当に勘弁しまくらちゅうことやこれ。すげえ巨乳だな、この子。おっぱい許せない今。いや本当に、だから今月ね、今年はマジできついね、本当に。だからこれなんで1年遅れなんだよな、本当に。ふざけんな、あの新庄とかじゃねえけどさ、ねえ、なんか新庄あったよね、税金知らないで契約金となんかそんな全部使っちゃって税金払えませんでしたってね。あ、そこまでバカではねえけどさ、だってさ、このパトカーだ、国民、あ、そうか、俺国民健康保険だ、国民健康保険だってさ、これなんでこんな払ってんの、行きもしねえのに病院。わけわかんねえよ、ほんとに。
もう30分ぐらい話したから、もう終わりちょっか。いや、そう、うん、どこ過ぎ長原か。そこ左曲がってもう行くかと思ってんのか。ねえ。ということでね、皆さんどうですかね、この暮らし。どうですか、思いません？いや、本当にもう冗談抜きで、ちょっとこれはもう声を上げて、立ち向かうしかないんじゃないですかね、本当に。いやいや、俺、いや、やるんだったらやるよ、俺、本当に俺。ねえ。とりあえずちょっと凱旋許可取ってさ、ねえ。ああ、いや、もうちょい話すか。もうちょい話すか。いや、もうすぐこんなっちゃったから。ねえ。この子もかわいいな。すごいな、スタイル。リュックサックになりたい。だから、霞が関でさ、よくデモやってるじゃん。だから、このな、日本人のさ、まあ、日本人が日本人の、なんか、悪口言うのもちょっとあれなんだけどさ、だから、さっきも言ったけど、良くも悪くも日本人だよね。だってさ、デモでさ、あそこで言ってる人たちって言ってること合ってるわけじゃない。ねえ。だけど、ああいうのやってるとさ、何やってんだ、あいつらって思われちゃうのが日本だよね。出る杭は打たれるじゃないけどさ。まあ、今のこの何、何風潮もそうだけどさ、風潮もそうだけど、感じて。ねえ、その、悪いことに対してさ、まあ、会社とかでもそうだけどさ、ねえ、声を上げて言うとさ、怒った方が悪くなるじゃん。それと一緒。うん。これは日本人の悪いとこだよね。でもまた、まあ、第2、第3、第2が出てきたから、第3、第4の人間必ず出てくるでしょ、もう。もう多分止まらないと思うよ、これ、このまま行ったら。うん。ああ、これ本当もう200円待ったなしだよ。まあ、どうせあれだろうな、トリガー条約をやんないでさ、多分あれだろう、なんか補助金を延長しましたみたいな。多分そんな感じだろ。だってさ、それで思い出してて、首都高とかだってさ、もうどんだけ上がってんのよ。この10年でだってもう倍ぐらいになってるよ。俺池袋でさ、よく遊ぶさ、女友達がいたんだけど、ね、それ今までさ、片道がさ、930円で往復で1860円じゃん。ね、それが今じゃだって片道1930円だよ。いや、わけわかんないよね。思わない？いや、なんでそんなかかってんのって話じゃない？僕はもう池袋の友達遊べなくなって、だからその往復で3860円かかるからさ、まあ遊べなくなったって言い方変だけど、だから頻度が減ったよね。お、なんか救急来た。わけわかんねえよな。さっきも言ったけど、もうね、収入が上がってんだね。いいよ、ね、毎月100万くる200万くるもらってんだったらさ、ね、ガソリンが上がろうがさ、もう眩しいな、俺。なんでもいいければ、なんでもよくはねえけどさ。だからさ、もう昔から言うじゃん、永田町の常識や世間の非常識って。ね、だからそういうことですよ。ね、だって奴らとさ、俺らじゃ生きてる世界が違うんだから。ね、年収2000万、3000万もらって、まあ、さっきも言ったけど、ね、領収書のいらない金が100万だか120万あって。ね。そりゃ庶民と感覚ずれてるでしょうよ。ね。ね、まあそういうことで、ちょっともうあそこ左曲がって、ピューって川崎行くんで。ね。まあ本当はちょっとライブか、なんだっけ、プレミアでやろうかなと思ったんだけど、ちょっと尺が足んなかった。うん。30分じゃだって難しいよね、プレミアね。止まる？コンビニ止まる？コンビニ止まるか、じゃあ。だから時間がね、これ今30分、もう30分やってたから。友達のとこ間に合わなくなるからダメだね。はい、じゃあそういうことでね、ええ、皆さんちょっともう声を上げる時が来たと思いますんで、ええ、ちょっと凱旋許可を取ろうかなと思います、私ね。はい、じゃあお疲れちゃんです。